この動画ではファミリーコンピュータ、ロックマンツ、ドクター・ワイリーの謎を攻略します。今回は2回目です。バブルマンを攻略します。バブルマンのステージでは水中に潜る場面があります。水中では操作感覚が変化します。大きなカエルが小さなカエルを3匹飛ばしてきます。足場の真ん中に立っていれば当たりません。あと小さなカエルが1匹でも残っていると突きを出してきません。3匹目はゴリ押しでいきます。ダメージも大したことないので気にしません。このタニシは攻撃を受けると殻が飛んで動きが速くなります。なので一気に倒します。ここから水中です。高くジャンプできるようになり落下スピードが遅くなります。この後のトゲトゲに頭をぶつけないように気をつけたいです。エビはしつこいのでしっかり倒します。エビをしっかり倒してからアンコウのちょうちんを攻撃します。クラゲは相手にしないで一気に駆け抜けていきます。トゲトゲに気をつけてジャンプします。これは倒しておきます。さっきと同じです。焦らないでエビから倒します。思ったより手こずりました。最初のカエルと同じです。小さいのがいるうちは新しいのが出てこないので大きいのを倒してから小さいのを倒します。もうめんどくさい。ここではカニが降ってきます。それだけです。油断しました。ボス戦です。バブルマンにはメタルブレードが有効です。4ダメージ与えることができます。バブルマンはバウンドする泡を打ち出し、ロックマンと高さが合うとバスターを打ってきます。泡は下をくぐり抜けてバスターはジャンプでかわします。はい、倒しました。バブルマンの攻撃をほとんど避けられませんでした。本番に弱いので仕方がないです。今回はこれで終了です。よければ次も見てください。